皆さんこんばんは。海外銘柄の交渉スペシャリスト林和文と申します。本日はですね、このクラウドファンディングの事業におきまして、実行者自身がですね、しっかりと勉強して経験を積んでいくべきこと、それから取るべき、攻めのリスク、これについてですね、本日は話してみたいと思います。もし本日の内容にご興味ある方はぜひ最後まで、ご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それではですね、本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。私もですね、今までいろんなビジネスに取り組んできました。必ずですね、私が最初にやるのはですね、自分が取り組むビジネス、例えばね、 eBay にしろ、 Airbnb にしろ、 Amazon にしろ、このクラウドファンディングにしろ、投資の世界にしろですね、ビジネスをやっている人の中でどの人がうまくいっているのか、そしてそのうまくいっている人はどのようなことに力を入れているからうまくいっているのか、それをね、徹底的に研究するわけです。要はライバル分析じゃないんですけども、うまくいっている人がなぜうまくいっているのかってまずね、考える必要があると思うんですね。クラウドファンディングするんですね、まずイエーイやって1回目を出してみる、それはいいんですけども、そこでね、バコーンって跳ねればいいですし、逆に全く跳ねなかったとしても、これはね、もう商品力に頼っただけのビジネスになってきます。クラウドファンディングやっぱ重要なのは、商品力プラスやっぱご自身の努力によるこのマーケティング力、この2つが加わってプロジェクトが跳ねるわけですね。例えばこのうちの今クラリさんがやっている1500万の案件にしてもそうですけども、この会社もね、最初は鳴かず飛ばずの案件が2件とかあったんですけども、今回3回目で事前収穫をですね、しっかりやれてここまで伸ばすことができております。この商品のね、商品力ももちろんあったかもしれないですけども、このクライアント様のしっかりとしたフェイスブック広告でのね、事前収穫投資、それがあったからこそですね、結果があるというふうに考えております。私の中でこのクラウドファンディングにおきましては、この広告事前収穫とかですね、これはね、もう本当にもうマスターしないといけないと思ってます。このビジネスをね、長くやっていくためにはですね、このクラウドファンディングのプロジェクトを繰り返していくって、それで一つ一つのプロジェクトで利益を取っていく、これ結構重要になってくると思うんですけども、これは物販というよりもですね、どちらかというとこう、プロデューサー、マーケター的なこれビジネスなんですね。なので、ワンチャンのチャンスの商品をいかに最大限プロデュースしてあげるか、それが我々の責任になるわけです。そのプロデュースするのに、プロデュースということはですね、いろんなお客さんに見てもらうように最大限努力する必要があるんですけども、そのためにはやはり集客というのが重要になってきます。それを幕開けさんだけのオーガニックの集客だけに頼んで、あとはお願いしますっていうのはですね、これはマーケターとしていかがなものかなというふうに私は思うわけです。1回目はいいんですけども、2回目3回目もずっとね、資金ないから事前収穫やりませんというものであればですね、クラウドファンディングビジネスで稼いでいくっていうのはね、難しい。たとえ商品力でね、1000万円バコーンって出るのがあったとしても、もしそこに事前収穫を加えていれば、それは3000万、4000万の案件にもなるわけです。それだけやっぱりこう、事前収穫っていうのはね、非常に重要になってきます。で、ここだけはですね、私はね、自分でやっぱり覚えるべきだと思うんですね。Facebook 広告っていうのはね、これをマスターするとね、ドラクエで言うとですね、魔法使いみたいな感じになります。本当にね、魔法のように集客をね、自分から作り出すことができる。これビジネスにおいてですね、非常に重要になってきます。例えばこの商品、これ今幕開け200万円ぐらい売れてる商品なんですけども、今回これグリーンファンディングでですね、同様な商品がこれ530万円売れてまして、これうちのクライアントさんがやってるんですけども、やはりこれ事前収穫にですね、かなり多くの予算とですね、リストを集めてローンチしておりますので、幕開けさんよりもちっちゃいこのグリーンファンディングでもですね、しかちょっと目ですけども、すでに537万円は集まっているわけです。やはりこの同じような商品であったとしてもですね、事前収穫をしっかりと加えてあげることによりまして、またさらに売上が伸びていくわけです、はい、なので、もしあなたがですね、このクラウドファンディングのビジネスで稼いでいきたいと思うんであればですね、自分の仕事ってマーケターなんですよ。セラーっていう考えよりもマーケターなんです。広告がうまくならないと、このビジネスっていうのはね、本当に運になってしまいます。もしかしたらね、10回やれば商品力で1回ね、プロジェクトが1000万いくかもしれない。その1000万いく案件も事前集客を加えることによって、それが3000万、4000万になる可能性っていうのは十分あるわけです。なので、このビジネスで稼いでいくためにはですね、事前集客、広告を覚えなきゃいけないんです。広告費というのはですね、攻めのリスクなわけです。経費の中でもですね、無駄にかかる経費ではなくて、これをかければかけるほど、より皆さんのビジネスの売上アップにつながる攻めのリスクになりますし、その集めたリストっていうのはですね、次のプロジェクト、その次のプロジェクトにもですね、再利用できる、要は蓄積されていくリストになってくるわけです。ビジネスにおきましてですね、リストは命になります。例えば私のこのチャンネル1240人の方が登録してくださってますけども、これは私にとってもですね、非常に貴重な財産の、非常に大切なお客様、チャンネル登録者になってきますし、そういうツイッターにしろ、メルマガにしろですね、読者さん、フォロワーさんっていうのはですね、現代顧客リストみたいなもんですし、そういったクラウドファンディングにおいてもですね、この事前資格
で集めたリストっていうのはですね、今後も使っていける大切な顧客リストになるわけですから、これってもう本当にセミの投資で一回きりで、ね、終わっちゃう経費ではないわけです。なのでどんどん覚えていくっていうのは必要だと思います。もしそこに費やしていけないんであればですね、あなたはクラウドファンディングでですね、しっかりとしたビジネスを作っていくことができない。今後ね、もっともっと大手が増えてきたりとか、集客が上手い人が出てくるとですね、あなたはなかなか結果が出せないようになってくる。まあこれはね、何もこのクラウドファンディング始まったところではなくてですね、その他の物販もそうですし、投資にしてもそうですけど、やはりこうビジネスってね、リスクを誰も取りたくないです。取りたくないんですけども、やはりこうどこかで取らなきゃいけないっていうね、攻めのリスクってあるわけです。それすらも取れない人っていうのはね、やはり残念ながら勝ち抜いていくことっていうのはね、ビジネスの中ではできないと思います。なぜなら、私もそうですけど、取るべきリスクは取ろうという起業家が他にもいらっしゃいますから、そういう人たちがどんどん入ってきた時にですね、なかなかこう勝てなくなってきます。今はね、まだ始めたばっかりで怖いなっていうところがあったとしてもですね、事前集客、広告っていうのはですね、クラウドファンディングをやっていく上でですね、自分でマスターしなければいけない技術だというふうに思ってますので、ぜひね、ここはですね、ご理解いただいてですね、日々広告の勉強などをね、していただければなと思います。はい、本日はですね、事前集客の重要性、取るべきリスク、クラウドファンディングでですね、広告が重要だという話についてお話をさせていただきました。本日の内容は良かったと思っていただければ、ぜひいいねの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。またツイッターの方もですね、ぜひこちらの方からフォローしていただくと幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.